皆さんこんにちは。商品開発を担当している王子です。新型コロナウイルスの世界的流行により、今までの生活様式や働き方が大きく変わり始めた今、シチズンも新しいスタイルで時計の魅力を皆様へ伝えていきたいと思います。私たちにはベタースターツナウという信念があります。それはどんな時であろうと、今をスタートだと考えて行動する限り、私たちは絶えず何かをより良くしていけるのだというシチズンの信念を表したものです。そしてこの信念は私たちだけのものではありません。さまざまな変化が起こり続ける世界において、それぞれの Now から次のベターを見つけ出し、前に進み続ける人たちがいます。たとえ国やフィールド、そして目指す先が違っても、私たち一人一人のベターが世界をより良くするための一歩になっていると信じています。私たちシチズンもまたこの信念を胸に、日々時計を作り続けています。今回発表するのは機械式時計です。私たちが初めて世に送り出した時計も機械式の懐中時計でした。より良い時計を作りたい、その思いで私たちは時計の精度と美しさを追求してきました。シチズンの歴史は1918年まで遡ります。スイスやアメリカの懐中時計の製造現場を視察した時計金属商山崎亀吉は、懐中時計を国産化したいという決意を胸に、商工社時計研究所を設立。欧米から工作機械を輸入し、主要部品を自分たちの手で製造、技術向上のための時計学校の設立など、精密な時計作りへの挑戦が始まりました。平置きで日差20秒、姿勢差30秒、当時の舶来高級品と同等の品質を目標とし、6年もの歳月をかけ初代懐中時計が完成しました。実用性と神秘性を高い水準で両立したこの時計は、当時の東京市長である後藤新平伯爵により長く広く市民に愛されるようにと、市民を意味するシチズンと命名。その名は社名にも採用されることとなりました。この初代懐中時計の誕生から、シチズンの機械式時計の未来は動き出します。1956年、シチズンの機械式時計における精度の追求は、このモデルをきっかけに加速しました。翌年には同型のムーブメントによる特別調整品、通称三つ星を発売。1958年、超薄型でありながら軸受けの保有性を良くする構造や耐震装置、切れないゼンマイなど、耐久性を高める工夫を随所に採用。シリーズで100万個を売り上げる大ヒットを記録しました。1962年、シチズン初のスイスクロノメーター優秀級相当の手巻きムーブメントを搭載。 13.5 ミリのテンプを採用するなど、高精度を目指し専用に開発され、神秘性へのこだわりも随所に息づいています。1967年、スイスクロノメーター優秀級相当の自動巻きデイデイトモデル。当時一般的だった
プラスチック風防ではなく、より強く美しいクリスタルガラスを採用。緩やかなドーム形状やエッジ感が個性的なスタイルを確立しました。1971年、天賦の振動数を10まで高めた特別調整品、日本クロノメーター検定協会公認クロノメーターモデル。1971年、スイスクロノメーター優秀級を上回る平均日差マイナス2秒からプラス3秒という高い精度基準に合格。ヒゲゼンマイには特殊内端曲線を採用し、入念な調整を行うことで時間精度を向上させました。2010年、シチズンがマニファクチュールとして約30年ぶりに開発した機械式ムーブメント、キャリバー0910を搭載したモデルです。シチズンの機械式時計に脈々と流れる精度と美しさへの飽くなきこだわり、そのすべては時代を超え最新のムーブメントにも受け継がれているのです。いかがでしたでしょうか。創業以来、私たちは身につける人のことを思い、より良い時計を追求しています。それでは今回、11年ぶりに発表する新しい機械式ムーブメント、キャリバー0200を紹介します。キャリバー0200を開発するにあたり、光発電、エコドライブ製品の開発に長らく注力していたシチズンですが、今回グループ全体で新たな開発・製造体制を構築しました。2012年、スイスのラジペレ社をシチズンウォッチグループに迎え入れ、技術交流を通じ、ラジペレが保有する高い開発・製造力、そして装飾技術を学ぶことで、シチズンの高い精度とその持続性に神秘性を加え、新たな価値創出に向けた挑戦をしてきました。今回発表するキャリバー0200の開発にあたっては、既存の機械式ムーブメントの延長線ではなく、加工方法や仕上げの見直しを図りました。シチズンの設計思想と部品加工技術に新たにラジペレの技術が加わり、日本、そしてスイス両国の文化を背景に持つムーブメントとして、シチズンの新たな意思を示す機械式ムーブメントが誕生しました。それでは今回、キャリバー0200に関わったシチズンエンジニアの思いをお聞きください。機械式時計って部品の精度そのものが時計の時間精度につながるんですよね。部品精度を高めて時間精度を高める、これは創業以来変わっていない当社のスタンスかなと思います。キャリバー0200開発にあたり、シチズンが創業以来追い求めてきた腕時計の本質につながる時間精度の長期持続性の実現を一つ目の目標として掲げました。
光発電エコドライブ製品の開発に長らく注力していたシチズンが満を持して機械式市場へ参入するにあたり、一つの到達点としてクロノメーターを超える精度に挑戦。平均日差マイナス3秒からプラス5秒を実現しました。その精度に対するこだわりというのは部品レベルからあるわけです。キャリバー0200では高い精度とその持続性の実現に適した機構としてフリースプラング方式の添付を採用しています。マスロットと呼ばれる重りによって慣性モーメントを変えることができ、ヒゲゼンマイに干渉することなく調整が可能となります。この方式では添付の部品精度が時間精度に直結するため、極めて高い加工精度が要求されます。シチズンウォッチグループの強みである創業以来磨き続けてきた部品の加工技術を活用することで部品精度を高め、狙い通りの精度を出せるのもシチズンらしいアプローチです。エンジニア部門は新規採用するフリースプラング添付の製造工程を開発、部品精度を大幅に改善した結果、当時性を高めることができました。これは添付の仕上げであるダイヤカットの工程です。部品の美しさと精度の両立、美しく加工された添付が高い精度で時を刻み続ける様を見ていただけるのもこのムーブメントの特徴です。0200の開発にあたっては初期設計段階から審美性と精度、この2つを強く意識しました。キャリバー0200の開発でエンジニアが意匠検討段階から強くこだわったのがムーブメントの審美性です。しかしその審美性については装飾にとどまらない重要なことがあります。それはムーブメント全体で表現する世界観です。私たちはムーブメントの美しい外観のために香箱車、添付、脱進機など全ての歯車のレイアウトを繰り返し検討しました。そして機械式時計の魅力の一つである歯車の連なりや美しく仕上げられた添付の見え方を最大限重視したレイアウトにたどり着きました。キャリバー0200では中心部の2番車から添付に続く美しい歯車の連なりを見ることができます。これは小秒針構造を採用することで可能となりました。審美性を追求し、よりモダンで洗練されたムーブメントデザインを目指した結果、図らずもシチズン第1号機の懐中時計と同じ構造にたどり着きました。歯車や添付の仕上げを美しく見せる受けや地板の仕上げにはダイヤカット、サティナージュ、コリマソナージュ、ペルラージュと呼ばれる仕上げを採用しました。特に歯車を支える受け類の細部にまでダイヤカットを施すことで立体的で美しい光の反射効果を生かした仕上げが実現しました。添付のリズミカルな運動を美しく見せるための工夫も施しています。添付外周部分はダイヤカットで仕上げ、中心軸から伸びる4本のアーム部分は梨地でコントラストをつけました。これらの装飾技術の一部にはラジュペレ社のノウハウも含まれています。Pour ce projet avec Citizen, ils nous ont exigé une très grande qualité sur les composants notamment, et c'est pourquoi nous attendons à ce que ce mouvement soit de très haute qualité. ムーブメント全体で表現する神秘性が生み出す美しさを、シチズンウォッチグループのシナジーとして結実させました。キャリバー0200ではディティールへの仕上げにもこだわりました。歯車類にはセルクラージュを施し、ネジの頭は丁寧に研磨されています。全ては
キャリバー0200が追求する神秘性につながるのです。冒頭で1924年に発売した初代懐中時計に長く広く市民に愛されるようにと市民を意味するシチズンと名付けたエピソードをご紹介しました。そのシチズンの名をそのまま冠にしたブランドザ・シチズンよりキャリバー0200を搭載した機械式時計を発売いたします。古くよりわしと共に生きる人々がいる。わしはいつも主人の傍らで、遥か先まだ見ぬ獲物を常に追い求め続ける。そんなわしの姿に共鳴するものがある。決して立ち止まらず、理想を追求し続ける。未知に挑み続ける。すべては腕時計という存在を超えて、人生に寄り添い共に歩み続けるパートナーであるために。イーグルの刻印はその意志の証し。次なる理想を作るもの。ザ・シチズンは腕時計の本質を追求し続けることで、身につける人たちの人生に長く寄り添い満足を届けることを約束するブランドです。世界で最も正確な時を刻み続ける年差プラスマイナス1秒の超高精度エコドライブ時計キャリバー0100をはじめ、年差プラスマイナス5秒のエコドライブ時計など、腕時計の本質を追求するシチズンのものづくりを象徴するラインナップで構成されています。精度を高めると同時に豊かな神秘性と質感を有し、腕にまとうことにより生まれる充足感を提供し、身につける人の人生に寄り添うことのできる腕時計を目指しました。キャリバー0200にふさわしいデザインとはどのようなものか。ムーブメントの神秘性はもちろん、腕時計としての美しさも考慮したデザインを模索しました。検討を重ねた結果、先進性こそシチズンウォッチグループの新たな意思を示す機械式時計にふさわしいとの結論に至りました。力強さとシャープさを併せ持つ先進性を表現したデザインを目指しました。ラグのない大胆な面構成のケース形状を採用し、ステンレス無垢素材を生かした粗めのヘアラインとミラーでインダストリアルプロダクトらしいシャープな質感に仕上げました。特に装着時にケースとバンドが放つ閃光が存在感を創出しています。ブラックダイヤルは凹凸のあるパターンを電柱手法により表現しました。陰影が生み出す繊細な色調の変化をお楽しみいただけます。一方、ブルーダイヤルは美しい光沢感と深みのあるブルーを特徴としています。また数量限定でホワイトダイヤルのモデルもご用意しています。シースルーバックから覗く回転おもりには22金を使用し、ザ・シチズンのシンボルであるイーグルマークを刻印した特別仕様です。全3モデル2021年8月の発売を予定しています。シチズンは時計の設計や部品を自社で生産し、
組み立て調整を行うことができる世界でも数少ないマニファクチュールの一つです。中でもシチズンの最先端技術を凝縮した専用設計ムーブメントを搭載するザ・シチズンの組み立てには卓越した技術を要します。それを担うのが時計組み立てマイスター。手先の感覚を研ぎ澄まし五感のすべてを使いザ・シチズンに命を吹き込み自信を持って世界に向けて送り出します。私たちの機械式時計での新たな挑戦はキャリバー0200だけではありません。より多くのお客様にシチズンの機械式時計をお使いいただくために実用性とデザイン性を兼ね備えた新たなコレクションを展開します。お客様のライフスタイルや嗜好は多様化するとともに現代の生活にはスマートフォンやタブレットは欠かせないアイテムとなっています。そこで私たちは対時性能を強化した機械式時計をシリーズ8より発売いたします。海外デビューとなるシリーズ8は2021年新時代にふさわしい機能性とデザインを備えた機械式時計のコレクションとして再始動します。シリーズ8は直線とシンプルな面で構成されたケースラインにあえて粗さのあるマットなヘアラインを大胆に施したモダンスポーティーなデザインが特徴です。機能性においては実用性を重視し胎児性能を強化した第二種胎児を備えており、さらにムーブメントの厚さは 4.1 ミリに抑えるなど薄型設計を実現。これにより現代の生活でも快適にお使いいただけるスマートデザインの機械式時計を実現しました。870メカニカルは力強い二体構造のベゼルとシンプルな面構成にヘアラインとミラー仕上げを大胆に施したケースが特徴。機械式時計ならではの太い針とインデックスが配置されたスポーティーな仕上がりになっています。830-831 メカニカルは艶やかな面の美しさが際立つ八角形状のケースに直線を基調としたデザインのベルトを合わせケースとの一体感を実現しました。830メカニカルは3層構造の格子状の金属板と白蝶貝の組み合わせが鮮やかな文字盤のモデルです。文字盤は3層構造を採用し最下層の金属文字盤の上に白蝶貝を配置、さらに格子状の金属板とインデックスを重ねることで繊細かつ立体感のある仕上がりとなっています。現代はライフサイクルの短い商品があふれる消費社会です。しかし腕時計は基本的な機構は数百年変わらない私たちに一番身近な精密機械であり、大切に使えば
次の世代にも受け継ぐことができます。長く愛されるためにシチズンは創業以来時代の最新技術に時計の新しい可能性を見出し、今までにない選択肢を生み出してきました。1976年には世界に先駆け環境に配慮し、光を電気エネルギーに変えて時を刻むテクノロジー、エコドライブを開発しました。光がある限り、いつでもどこでも動き続けるサステナブルな腕時計の提案を長年続けています。そして今回もう一つのサステナブルな提案として機械式時計を発表しました。人に一番近いところで動き続ける機械として、使う人のパートナーとして寄り添い続ける存在でありたい、次の世代につなげていくものとして、そして長く愛されるためにシチズンはこれからも機械式時計を進化させていきます。より多くの人々により良い時計を届けるために、私たちの挑戦に終わりはありません。